じゃ、マイコの法律事務所へ行こっか。嫌です、いやいや。だから、移動するだってば。嫌です。あー、もう。だから、移動するだってば。嫌です。あー、もう。よし、マイクの事務所へ行こう。ダメです、ダメダメ。ねえ相馬さん、そうよ、相馬さんの事務所でしない？何をするんだ？その、相馬さんの好きなこと、何でもよ。皆様への報告事項を一つ増えと。いやー、ほら、立った立った。ねえ、相馬さん、冗談ですよね。俺は冗談が嫌いだ。ねえ、あ、ちょっと、引っ張らないでください。何階だったかな。私のテナント、そうそう、引っ越ししたんです。ほう、引っ越したのか。では3階に行っても大丈夫だな。そこの案内板に書いてあるだろう。いやー、はあ、エレベーターに乗っちゃったわ。もうおしまいよ、はあ、おい、それはいくらなんでも言い過ぎだろう。お願いです、オフィスは私のお城なんです。安息の場なんです。平和を乱さないでください。お願いです。ほう、そんなに変装時のことを言われるの嫌かい？嫌です、いやいや。どうしよっかな。ね、これ以外のことなら相馬さんの言うこと何でも聞きますから。ほう、じゃあ素足になって素敵な肌色を鑑賞させてもらおうか。ダメならお願いもダメだ。女子高生じゃあるまいし、できるわけが。3階だ、さてと。ああ、嘘です、やります、やりますから。早くしろよな。へえ、色白だな、やっぱり。なんで私がこんな女子高生みたく。しょ、はい、これでいいでしょ。白にささやかなレースが編んであるな。見ないでください。さて次に。いやー、次なんておっしゃらないで。んじゃ、エレベーターもついたことだし行こっか。え、どこへ。自分の事務所に決まってるだろ。はい、今出ます。エミコちゃん、お客様よ。もう遅い。ちょ、ま、というわけさ。へえ、初めて見ました、アイドラー A クラスの探偵さんって。世界で数十人しかいないって話ですよね。選ばれた人って感じです。 F1 レーサーなんて世界に20人程度しかいない。それに比べればさほど狭きもんじゃないさ。キャー、超余裕発言ですね。すっごい。こんな方とお知り合いだなんて、あやぎ所長ってすごいんですね。あ、そうかもしれませんね。あやぎくんはな、アイドラーの腕利き構成員としてだな、
俺のとても役に立ってくれてるんだ。でしょうね。そうだ、いろいろとしてくれるんだよ。いろいろと。ガッと足を踏みやがった。綾木社長、綺麗で奥ゆかしくて知的で、それでもって世界でも有数の探偵さんとお知り合いで、すごいです。全然すごくなんかないのよ、皆さん誤解なさらないよう。そうだよ、誰が奥ゆかしくて知的だって。綾木社長です。おかしいな、俺の事務所にいた時の彼女と言ったらもう。皆さん今日はもう上がって結構ですのよ。え、まだお仕事が残っていますけど。あ、もしかして。バレたか。これから俺と綾木くんはな、ほれ。あー、これから私とこちらのあひょうさんはそのデートをいたしますの。あー、もしかしてセントラル街で飲んでからミレニアムホテルへのルートですか？俺は忙しくてしょうがないんだがな、綾木くんがどうしてもと。綾木くん、焦る年なのかな。綾木所長の好みってあぎょうさんみたいな方だったんですね。俺は断ってるんだが、綾木くんがね。綾木所長、まだ焦る年でもないじゃないですか。焦ってなんか。俺のことを愛してると言え。そんな無理です。言わないとここでスカートまくり上げるぞ。なあ、私あぎょうさんのこと愛してるんです。きゃー、うっそ、マジ告白ですか？私最初からそう思っていたわ。一途な感じがするもの。惜しい、あぎょう様が好きで好きでたまらないと言え。無理です。言わないと。あの、どうしたんですか、あやぎ所長。笑いながら涙が出てます。身がちぎれるような悲しみが襲っているにもかかわらず、状況は笑うことしか許さないとこういうわけだ。つまりな、腹心の部下である君らに祝福してもらって嬉しい涙がちょちょ切れてんのさ。あやぎ所長って可愛いんですね。なあ、この生足がとってもな、見ろよこの。え？ああ、そうじゃなくて、眼差しがとっても可愛いとおっしゃったのよ。のろけてますね、所長。ああ、私も彼氏と早くくっつこっかな。あなたはまだいいわよ、私なんてもう。悪いな、君たち。今日はもう帰っていいってさ。社長、お幸せにね。でも、この間まで男なんて作ってる暇はないとか言ってたのに、なんか抜け駆けされた感じです。焼かない、焼かない。お先に失礼します。社長、それじゃ失礼します。泣くことないだろう。あの子たち、私の足じっと見てました。ああ、もうひどいことを思われたに決まってるわ。ひどいことってなんだよ。年甲斐もなくとかなんとか。約束を破ったお前が悪いんだぞ。俺は命を張ってるんだ。お前はせいぜいプライドを欠けてるくらいだろう。女のプライドはね、男の命に勝るんです。
マジ泣きしてるぜ。随分と猫をかぶってるじゃないか。え？もういじめないでくださいよ。嘘つきで約束破りの罪は重いと思ってもらいたいね。それな。まだ隠してることあるだろう。何もありません。へえ、そうか。で、隠してることないかい？ありません。本当です。へえ、そうかい。すんごい丸々しいお尻だな。と、触ってみたくなるものだ。やめてくださいよ。それにしても丸い。本当に丸い。ああ、許して。何度見ても丸い。見てるだけだからな、もちろん触ってないぞ。いやあ、見ないで。で、他に隠してることないかい？ありません。へえ、そうかい。んじゃ、この格好のまま市外引き回しの刑だな。そんな堪忍してください。んじゃ出かけよう。マイコ、嘘泣きのスキルが上がったな。嘘泣きじゃないですよ。じゃ、さっきの秘書たちを呼び戻すか。あ、そんな、こんな格好じゃダメです。ダメダメ。そんなに嫌か。嫌です。お願いです、相馬さん。ね、これ以外のことなら、何でも言うこと聞きますから。ほう、何でもかい。その、可能であることに善処するということですわ。なんだ、その政治家みたいな答弁は。じゃ、秘書たちを呼び戻すのはやめにしておこう。その代わり、はーいやー。何座り込んでるんだよ。目立ってしょうがないぞ。この年でストッキング履いてないなんて目立ってしょうがないです。そんなことはないぞ。魅力的な足を見て殿方たちが目をギラつかせてる。いやー、こんな少女チックな格好してムチムチな体つきの女が弁護士先生とは誰も気づくまい。許してください。胸の谷間もバッチリだな。バストサイズは84くらいです。嘘をつけ。こんなムチムチな、それが。うん、86です。もう許して。あ、さっきの娘たちっぽい2人が見えたかな。え、嘘。本当にあの子たちだったらどう言い訳すればいいんですか。適当にごまかせ。私たちの愛の深さを世間様に見てもらいたかったとかなんとか適当に言えばいいだろう。それじゃあまるで。で、俺に内緒のことってなんだ。そんなこと今言えません。いいえ、何を隠してるんだ。ずっとこのまま放置するぜ。ああ、言います。さっきは警察って言ったけど。警察だって。本当。
本当はなんだ、言え。本当は、本当は警察じゃなくて別の公的機関が。公安か。なんで知ってるの？なるほどな。で、そんなヤバい連中が関与してるとなぜ言わなかった？だって、相馬さんに手を引かれたら。バカなことをしたな。俺に手を引かせないため、ヤバい情報を握りつぶしていたってわけか。嘘泣き舞子に謝られても仕方がないがな。そんな。なるほど、公安か。随分と話がきな臭くなってきたな。今晩か明日でもいいがな、舞子にやってもらおっか。また変なこと考えてるんですね。変なことを考えてたのはお前だ。俺に公安のことを黙っていたな。だって相馬さんが手を引いちゃうかもしれないから。一度受けた依頼を途中で断ったことはない。だってそんな部署が出てきてると分かったら相馬さんが尻込みするんじゃないかって。だってもクソもない。俺に何をされても文句言えまい？え？はい。今晩、明日でもいい、夜だ。深夜前までに俺の事務所へ来てもらおうか。行けばよろしいのですね。当然秘書ライクな格好をしてきてもらおうか。わかりました。さらに。まだありますの？スカートは超ミニだ。超ミニって一体？その生足のまま股下3センチのスカートを履いて一人で俺の事務所まで来てもらおうか。そんな無理です。約束を破ったり情報を隠蔽したり変装したりするほど困難じゃない。はあ、股下3センチなんて指2本分しかないんですよ。1本分がいいのか。そんな。そっか、短い間だったが世話になったな。ですか？知らんな。俺は田舎にでも帰ってたっぷりと休養を取ることにしよう。わかりました、わかりましたわ。では夜に股下3センチのスカートでお出かけします。ノーストッキングだ。わかりました。もうやけくそです。その時までに隠蔽していた情報を集めて俺に報告しろ。マイコ、あまりブルなよ。知りません。もうストッキング返してください。ほら。いや、そんな外に出さないで。たちまち走り去ってしまった。しかしそれにしても警察じゃない別の公的機関、公安と言ったが、その実態は。見つからないわ。探せというのが無理なのよ。しかし秘密を知られた以上は。あの女、最近よくこの辺りで見かけるな。
やつか。時間には正確なやつだな。クールか。はい、極めて冷静に仕事はしておりますが。だ、みゆきか。うん。何の用だ。たまにはこちらに顔を出してください。暇があればな。実は警察の動きが少し慌ただしくなっています。ほう。やはりレクサス社の開発部長が依然行方不明のままで、何ら対処ができていないからでしょう。なるほど。この町じゃあそこの部長さんといえばビップ待遇だからな。ボスのところへちょっかいが出なければよいのですが。もう来てるよ。西船橋にネチネチいじめられてる。あのロリコン親父にですか。ご愁傷様です。おいおい、当たってるかな。全く手がかりなしか。はい、帰宅途中にあった開発部長が突然と消えてしまったそうです。誘拐事件か蒸発事件かで対応も捜査方法も違ってくるな。犯行声明は？ありません。では蒸発事件として処理されるだろう。普通ならな。あそこは普通じゃありませんから。無理やり誘拐事件として捜査させてるわけか。金に物を言わせる企業らしい。だがそれにしても。はい、誘拐とも蒸発ともわからない案件に対してその神経質な態度は異常と言えるほどです。つまり誘拐にしなくてはならない理由があった。何としてもその開発部長とやらを見つけ出さねばならない理由が。ボスはそういったのにすぐ巻き込まれてしまいますから気をつけてください。忠告は傾聴するが結果へ反映されるか否かは保証できんな。心配です。ボス、私がそちらへ参りましょうか。君は君の職責を全うすればいい。こちらへ来たら帰って足手まといな。そうだな、アイドラーを通して捜査一課とやらにプレッシャーをかけておいてくれ。そうすると助かる。あ、はい、わかりました。すぐにやっておきます。な、頼む。何か新たな情報をつかんだらすぐにお知らせします。あの企業は今度は何をやろうって言うんだ。電話だ。忙しい日だな。時間通り事務所にいたな。不本意だが約束は守ってやったぜ。ふん。クールだな。そうだ。警察には行っていないな。海音寺の隠し財宝の話か。そんなヨタ話を言えるか。警察に話せばこの話は全てなしだ。最初からなしでも俺は構わないが。いいのかな。海音寺殺人にも関わることだ。なんだと。ドアの下に紙片が置いてある。紙片？おい、ちょっと待っ。ドアの下？これか、紙片というのは。メモ帳の切れ端が置いてあるぜ。いつの間に置いていきやがった。かなりふざけたやつだな。メモには何か書いてあるぜ。なんだこりゃ。インターネットのメールアドレスか。はあ、とりあえずメモはゲットしておこう。事務所内で見る調べるしてくれればメモをいつでも見られるぜ。